トランジスタ、トランジスタとは電子回路において信号を増幅またはスイッチングすることができる半導体素子である。1940年代末に実用化されると真空管に代わってエレクトロニクスの主役となり2019年現在でも集積回路という形でスマートフォンから車に至るまで様々なところで利用されている。なお、この名称は 伝達と抵抗を組み合わせたカバン語であり、によって1948年に名付けられたものである。一般には実用化につながった1947から1948年のベル研究所による発見及び発明がトランジスタの始祖とされる。しかし、それ以前に増幅作用を持つ個体素子についての考察がよく知られているのでも何件かある。1925年。 ユダヤ人物理学者、ユリウス・エドガー・リリエンフェルトが、現在の電解効果トランジスタに近い発明の特許をカナダで出願した。1934年には、ドイツの発明家、オスカー・ハイルが、同様のデバイスについて特許を取得している。1947年、ベール研究所の理論物理学者、ジョン・バーディーンと実験物理学者、ウォルター・ブラッテンは、 半導体の表面における電子的性質の研究の過程で高純度のゲルマニウム炭結晶に極めて近づけて立てた2本の針の片方に電流を流すともう片方に大きな電流が流れるという現象を発見した。最初のトランジスタである点接触型トランジスタの発見である固体物理学部門のリーダーだったウィリアム・ショックレイはこの現象を増幅に利用できる 可能性に気づき、その後数ヶ月間に大いに研究した。この研究は、個体による増幅素子の発明として、1948年6月30日に3人の連名で発表された。この3人は、この功績により、1956年のノーベル、物理学賞を受賞している。というヨーゴアが考案した。物理学者で、歴史家のによれば、 ウェル研究所の特許に関する公式文書には、ショック,クレーラが前日のリリアンフェルトの特許に基づいて動作するデバイスを作ったことが書かれているが、それについて後の論文や文書は全く言及していないという。点接触型トランジスタは、その構造上、機械的に安定した動作が難しい。機械的に安定した接合型トランジスタは、3人のうち最初の発見の 場に立ち会うことができなかったショック例が明かした。シリコンを使った最初のトランジスタは1954年にテキサスインスツルメンツが開発した。これを成し遂げたのは高純度の結晶成長の専門家で彼はイゼンベル研究所に勤務していた。日本でも官民で研究や施策が行われた。最初の量産は1954年頃に東京通信工業。 ゲンソニーが開始し、翌1955年に、同社から、日本初のトランジスタラジオ TR、TR-55 が商品化された。その後相次いで、大手電機メーカーも量産を開始し、1958年、あたりには主要な電機メーカーから、トランジスタラジオが商品化される。この時東京通信工業の主任研究員であった、江崎レオナは、トランジスタの不良品解析の過程で、 個体におけるトンネル効果を実証する現象を発見。それを応用したイサキダイオードを発明し、1973年にノーベル物理学賞を受賞している。この段落の内容に関する詳細は、トランジスタラジオ日本における歴史を参照。世界初の MOS トランジスタは、1960年にベル研究所のカーン部とアタラが製造に成功した。 1960年代に入ると生産部止まりが上がってコストが下がったことや真空管でしか扱えなかったテレビや FM 放送のような高い周波数でも使えるようになったため各社から小型トランジスタラジオやトランジスタテレビが発表される材料が当初のゲルマニウムから現在の主流となっているシリコンに代わり さらに高い電力や UHF での使用が可能になる190年までには、家庭用テレビやラジオから増幅素子としての真空管は姿を消していった。その後、複数のトランジスタや周辺素子を一つのパッケージに集積させた集積回路が発明され、集積度を高めて LSI 大規模集積回路へと発展した。トランジスタは、 P 型型び N 型半導体の性質を利用している。ここでは、NPN 接合、端子は順にエミッタ、ベース、コレクタの、バイポーラトランジスタ、口述を例にとり説明する。1960年代までの初期に多用された PN、PNP 型のトランジスタの場合では、電源の極性、電流の向きを逆、エミッタを、コレクタベースをにして、電子と成功を入れ替えれば、 同様の働きを行う。日本における半導体素子の刀、型番は JEITA、社団法人電子情報技術産業協会の規格 ED-4001A、個別半導体デバイスの型名、1993年制定、2005年改正に基づいて、型名と規格が JEITA に登録されている。それ以前は、 JISC7012、ジス 7, 12, 1982、1993年廃止で以下のようにルール付けられていた ED-4001A とは細部において相違がある。XXX は11から始まる番号バイポーラトランジスタと電解効果型トランジスタの大半はこのルールに基づいて命名されている。当該 JIS 企はすでに廃止されているが、今日でも 通称として、実型名、または EIAJ、JEITA の未組織の日本、電子機械工業界の略称刀と呼ばれる。ここで、高周波用と低周波用を区別する基準は特に定められておらず、メーカーの任意である。改良型は番号の後にアルファベットを付けて示す。同じ型番でも、直流電流増幅率や信頼性などで選別を行い、 型番の末尾に、それらを識別する文字、二重型名が付けられていることがある。例えば、かつて東芝が製造していた NSC1815 という製品の場合、式名に由来する略記号を使って次のように示されていた。この東芝が使っている略記号の式名は、カラーマークに由来するもので、金属パッケージの時代には実際にその色のドットが付いていた。 これは共通のものではなく、もっぱらメーカーごとに、全く異なる表示法となっている。同一メーカーでも品種によって異なることもある。5. おさむき